水たまりに頭を突っ込む鳩のくちばしについた泥イカだけど僕は僕でありたい明日命が終わるまでそう思って生きている足元には道が続くあの日あの駅のホームに大切な何かを置いてきてけど本当に置いてかれてたのは僕の方だったな愛情いつかは未熟な僕でもわかるよ教えてください人を思う心とは本当に人を救えるか感情いつか消え伏せていってもこの気持ちを忘れずにいたい出来損ないの僕でもむせ返るほど泣いている愛を売って稼いだ金で不足している何かを買っても気休めにもならないまま手の上で崩れてったぜありがとうございます。